ナマコン化石タクソンサラスノワズ。南イスラエルマクッチカタンのジュラキ中期の地層に産する甲殻類の巣穴の化石。ナマコン化石タクソンとは国際動物命名規約においてナマコン化石などの生物の仕業の化石に基づくタクソンを指す。ナマコン化石には動物が作ったシャート、足アとア、スコウが化石化したものなどが含まれる。 渡辺千奈を国際動物命名規約定用には足跡化石と訳されている。下階級群のナマコン化石、タクソンをイクナハムリー、俗階級群のナマコン化石、タクソンをイクナジーナス、主階級群のナマコン化石、タクソンをイクネスピーシスと呼ぶ。ナマコン化石、タクソンでも原生の動物に対するタクソンと同様に学名を表記する。 種名を表す学名では、俗名は大文字で書き始め、種小名は必ず小文字で書き始める。俗階級群、タクソン以下のタクソンは、地の文と異なる字体で表記する。また、俗階級群に対する、ナマコン化石、タクソンは1999年よりも後からタイプ種を指定しなければならなくなった。ティスナシカスの足跡だと考えられているナマコン化石。 カーアスリアムイックナタクソンはギリシア語の痕跡を意味する介入と順番に並べるを意味するタウアルファアクサイイオタに由来する。生ン化石は生物の痕跡であるため、生物そのものの意外ではないが、現生の動物そのものや動物以外の代替物と同じようにアイクスンにおいて命名の対象とされる。絶滅動物の仕業とは違い、1930年より、 後の原生の動物の仕業には適用されず、動物命名法から除外される。ナマコン化石、タクソンに対して提唱された学名は、最初に設立された方法に従い、化階級群名、属階級群名、主階級群名のいずれかとして扱う。2000年よりも前に属階級群レベルのナマコン化石、タクソンに対して公表された学名は、タイプ種を固定しなくてもよい。 しかしその中でも1999年によりも後に新地官名で置換される場合、タイプ種が固定されていなければ、タイプ種を指定しなければならない。2000年よりも前に設立された属階級群でも、上69に合致するように、タイプ種を固定することができる。ナマコン化石、タクソンは、動物に対して設立された学名とは選手権を、競わない。それは、縦へ。 生根化石を形成したと考えられる動物に対してのものであってもである。例えば、クレブスはコップがカースリアムコップ1835と命名したアシア島三畳紀の化石爬虫類ティスナシカスクレブス1965のものであるとした。しかしそのことでティスナシカスはカースリアムの新山異名として拒否されない。コンドライツ属の一種コンドライツボレンシス。 ありがとうございます。